今は、人事部に所属しておりまして、まだ小さな会社なので、まあ、人事全般と、総務系のところを見ているっていう、そんな感じですかね。はい、僕は以前前職で、組織の開発みたいなことを3年間ほどやってきてまして、で組織の開発、組織の活性化ということと、個人の開発、個人の成長支援みたいなものがすごく何て言うんですかね、つながりがあることだというふうに感じておって、で新たなそのフィールドを得て6月からこの職場で働くことになったわけなんですけども。改めて、まあ、組織を作っていく、組織をその活性化させていく、生き生きと人が働く環境を、まあ、作り上げていくっていうことを実践するにあたり、個人のその成長支援みたいなものとどういう紐付けでやっていくのがいいのかみたいなところを少し整理したく参加させていただきました。企業内のそのキャリアカウンセラーみたいなものが果たしていけるであろう役割みたいなものは強く可能性を感じたというところはあります。もうちょっと具体的に申しますと、社員一人一人の成長の支援を個に寄り添いながら、それを何て言うんですかね、実践していくっていう、この機能は本質的には組織がしっかりとやっぱり持つべき機能だなっていうふうに感じました。個人の内的なそのシステムみたいなものと、まあ、それが組織にどういうふうに波及していくのかみたいなものを、システム思考的に捉えていくみたいなセッションがありまして、それは改めて、まあ、システム思考自体については以前学んだことがあったんですけども、改めてその個の成長支援とかそのキャリアの開発みたいな観点においても、それが有効に働くというか有益に使えるんだなっていうことは発見でしたね。最も印象に残った部分の一つ。実際のその現場で、なんていうんですかね、その実践性がある学びとしてですね、良いなと感じたのは、何度かにわたってその自己組織でのケースに落とし込んで、でまあ参加者の今置かれている環境下で、その例えばその関係性の可視化もそうですし、そこに起こるこう力学の可視化みたいなものもそうですし、個人が今置かれているその組織で実際にどういうことが起こっているのかみたいなものを、取り組んで、でそれに対してその、まあ、講師の方々もそうですし、受講者同士の中でこう様々な、まあ、助言も含めて、ものがこう飛んでくると、で飛んでくる中で、1段2段こう深くその物事をこう考察していく中で、まあ、実際に、打ち手として、まあ、A とか B とか C とかあるねみたいなところがこう見えていくみたいな、そういうまあ実践性の高いプログラムになっているっていうことが、まあ、とても魅力的というか、いい部分なんじゃないかなっていうふうに感じました。はい、そのキャリアカウンセラーとしての知見をしっかりと持たれた方が、その組織の開発支援みたいなことを担っていかれるっていうのが、組織にとってもなんか可能性を感じますし、キャリアカウンセラーと呼ばれる方々のステップアップとしても、まあ、とてもいいのではないかなというふうに感じましたので、まあどうですか、僕は逆なので、もう少しキャリアカウンセリングみたいなものを学んだ方がいいんだろうなというふうに感じましたし、これから受講されるそのキャリアカウンセラーの方は
なんかそういう次のそのステップというか、もう一段そのレバレッジを利かしてその組織全体をその支えていく、機能させていくみたいなところに、一段上げるきっかけとなるその学びの場なんじゃないかなっていうふうに感じました。